ということでですね。まあ、なんていうか、こういう風な人が活躍すると、なんかこっちも、なんか力が湧きますよね。今、アメリカのメジャーリーグで大谷選手大活躍してますけどね。ホームラン打つたんび、勝利投手になるたんびに、こう、なんか元気つけられる。はい、皆さん、こんにちは。アメリカ街です。今日はですね、まあ、私の動画では、まあ、政治経済の他にも、まあ、時事問題、スポーツ、まあ、いろいろ、まあ、多岐にわたって、まあ、いろいろな記事を取り扱って、それで、動画で紹介してます。でですね、まあ、特に、まあ、健康についての動画も結構上げてますね。まあ、いわゆる時事問題という範疇で取り扱っているものなんですけども、まあ、例えば私自身のことを言ってます。例えば三叉神経痛になったとか、まあ、腰痛で腰痛めたとか、まあ、あるいは、尿管結石でちょっと痛いよというふうな動画、過去に上げてます。で、いずれもこれ結構視聴回数多いんですよね。でですね、そういったものを自分の、まあ、実体験の他にも、例えば記事でこういうのがあったよとか、例えば認知症についての記事でこういうのがあったよというふうなこと、結構もう今年に入ってからもガンガン上げてますけどもね。でですね、今日はですね、またその認知症関連のお話なんですけども、ですね、皆さん、田中耕一さんってご存知ですかね。そうです。2002年ですか。もう今から19年前。もうおよそ約20年前ですか。ノーベル化学賞を受賞した、田中さんです。ですね、田中さんはもうその当時からずっと島津製作所で働いてたんですね。でですね、今回この、ですね、血液だけでその認知症を発見できるというふうな装置を発明したということなんですね。まあ、田中さんがまあ開発して、それでまあ島津製作所がまあこの機械発売するそうです。で、まあ、値段も書いてあるんですけどね。まあ、ちょっと詳しく、記事書いてあるんで、まあ、この記事も、本当はもうちょっと早くにお伝えしようと思ったんですよね。っていうのは、ですね、今日は6月27日日曜日なんですけども、これ、22日なんですよ。22日の、まあ、毎日新聞の記事なんですけどもね、ちょっとね、遅かったですけどもね、まあ、ちょっと今、お伝えしたいと思います。で、ちょっと読んでいきますね。島津製作所は22日、アルツハイマー病を判定するため、脳内のタンパク質の蓄積状況を血液検査で推定できる装置を販売したと発表したということです。少量の血液で検査でき、従来より患者の負担が小さいということです。で、同社の、田中耕一エグゼクティブリサーチフェローが開発なんですね。で、2002年のノーベル化学賞受賞につながった質量分析の技術が用いられたということです。素晴らしいですね。20年前にそのノーベル化学賞を受賞したその時の研究ですよ。それが今実用化されたということですね。素晴らしい。で、その、ね、その、まあ、値段なんですけども、1台1億円だそうです。そりゃそうでしょう。そりゃそうでしょう。まあ、発明されたばっかりですからね。今日はですね、私が一番好きなスーパーで買い物してきました。どこのスーパーかというと、ロピアです。ロピア今話題になってますね。サーモン。で、これが、タイですね。タイ。マダイ。で、自分で切ったんでちょっと汚いですけどね。これ大体2本で 500g ぐらいあります。カツ丼ですね。398円。で、これ結構ずっしりとくるんですよね、カツ丼。またちょっとまた読んでいきますね。アルツハイマー病は発症の20年ほど前から、タンパク質、アミロイド β が脳内に蓄積することが知られていると。もう私の動画でガンガン言いましたね、これ。アミロイド β。これを、まあ、なんていうかな、無能化するというふうな、薬もまあ発売できるというふうなことを、先立ての動画で言いました。が、これまではコストがかかる、陽電子放射断層撮影。ペットっていうんですかね、PET。いや、患者の負担が大きい、脳脊髄、脳脊髄液、検査で調べるしかなかったと。だから、お金がかかるやつか、あるいは患者の負担が大きい、そういうふうな検査でしか調べることしかできなかったと。で、今回血だけですからね、血液だけですからね。で、まあ、同社は18年、国際長寿医療研究センター愛知県にあるんですね。との共同研究で、血液数滴、約 0.5 ミリリットルから微量に漏れる、アミロイド β 関連物質を検出し、脳内の蓄積状況を推定する方法を英科学誌ネイチャーに発表。その後、実用化に向け開発を進めていたと。
まあ、医師はこの装置の検査データに画像診断などを組み合わせて総合的に判断するということなんですよね。血液数的で、そのアミロイドベータ、どれぐらい、まあ、蓄積されてるか、というのがわかるということですね。で、2002年のノーベル賞受賞後、5年で血液一滴から数百種類の病気の有無を診断してもらえるようにしたいと、語っていた田中氏。京都市中京区の同社で同日記者会見し、専門家なら言わないようなとんでもない未来を言ってしまったと思うと。まあ、恐縮しつつ、薬の開発など課題を解決する処方としても使ってもらえるように、まだまだ研究しなければならない、と話したということなんですけどね。いやー、素晴らしいのってことですね。そうですか。血液数だけで、まあ、血液だけで、そのアミロイドベータの、もうそういった認知症の元になる、まあ、悪いタンパク質、私がよく言う悪いタンパク質ですね。アミロイドベータ。これ、まあ、これを調べることができるということなんですよね。まあ、今後もね、その血液っていいから数百種類の病気の有無、診断、まだできませんからね。もう早くね、100種類、200種類、500種類と、1000種類ぐらいのね、もう血液だけで、そういった病気の有無診断できるような、まあ機械作ってもらいたいですよね。まだいい。言いますかね。こんな感じ。でですね、まあ、久しぶり田中さんの名前が出たんで、その当時、2002年当時、今の若い人ちょっとわかんないかもしれませんけども、結構フィーバーしたんですよね。もういろんな、なんていうか、世界各国の記者がもう、田中さんを説明、質問攻めにして。でですね、田中さん嫌な顔してたんですよ。もう、なんか、疲れ切った顔してたんですよ。まだあの頃、彼は43かそれぐらいですよね。42か3か4か、それぐらい、40代前半、まあ、アラフォーだったんですよね。まだ若い、人間的に見れば若いっちゃ若いです。で、まあ、結構疲れてて。で、その時、ある記者が、今何一番したいのか、質問したんですよ。そしたら、ほっといてほしいと。もう疲れてるから、ほっといてほしい。一人にしてほしいっていうか、ほっといてほしいっていうか、まあ、そんなこと言ったんですよ。そしたら、日本語から、まあ、通訳の人ですね。通訳の人がこう言ったんですよ。Leave me alone. そしたらもう、そのまま記者会見場、大爆笑でしたよ。今でもそれ覚えてますね。まあ、記者は大爆笑しましたけどね。でも、田中さんはあの時ちょっとかわいそうでしたね。まあ、でもまあ、別に燃え尽きることなく。まあ、サラリーマンとして淡々と粛々と、まあ、研究に没頭して過ごしてきて、その成果がまた出たということなんですよね。継続は力なりですよね。ただ、やっぱり、好きなことじゃなきゃ、面白いことじゃなきゃ続きませんからね、そんな何年何十年と。だからね、我々もね、よく言われることがあるんですけど、ちょっと脱線しますけども、まだちょっと時間が短いんで脱線しますけども。まあ、よくね、好きなことを仕事にしたいとか、まあ、そういうふうなことを言う人いますよね。私もそうでした。好きなことを、まあ、仕事にしたいって、まあ、大学卒業した頃にはそんなこと言ってましたね。ただまあ今もうあれからもう20年以上30年近くなるんで、ちょっと思い起こしてみると、やっぱり好きなことで仕事するなんていうのはほんの一握りですよ。まあこのことについては、そのまあ新しい新型雑談という形式で、まあちょっとお話し、まあ今月は無理かもしれないですけど、まあできたらまあやりたいと思う、近日中にやりたいと思うんですけども、まあ、そんな好きでもね、好きでもない仕事ついてる人が大半だと思います。私もそうです。なんでね、やっぱこういう風な、まあ、田中さん、もう、運も実力のうちなんでね。まあ、運だけじゃなくてもね、実力もコツコツと、まあ、積み重ねていった結果、まあ、ノーベル賞を取って。で、その結果、今回のこの装置発明者と。いうことになるんじゃないでしょうかね。我々も負けてられませんね。まだ61か2、61か2ぐらいですね。61か2ぐらいの、まあ、方なんで。まあ、まだ40、50なんで、もう、
鼻水垂らしたことですよ。まだまだ、吹け込むにはまだ早いですからね。まあもちろん田中さんも吹け込むにはまだ早いでしょう。ということでですね、まあ、なんていうか、こういう風な人が活躍すると、なんかこっちも、なんか力が湧きますよね。今、アメリカのメジャーリーグで大谷選手大活躍してますけどね。ホームラン打つたんび、勝利投手になるたんびに、こう、なんか元気つけられる。なんかね、大谷さんと同じようなね、元気づけられたその感覚を、まあ田中さんからこう、なんかもらったというような感じ、私はしてますけどね。皆さんどうでしょうかね。まだまだ吹き込みにはまだ早いですからね。まあ人間一生勉強です。まあ我々も頑張っていきましょう。ということで今日はこれで終わりにしたいと思います。アディオス。アスタマニアナ。